ッカーボーイズラスマス。ついに追い詰めたぞラスボス。こいつ強い。平和のためにお前をここで倒す。はあ。よもやここまでか。覚悟。ラジアス大丈夫かラスボス。中ボス。中ボス。まったくお前は俺がいなきゃダメなんだからよ。中ボス。え、何この展開。敵はそっちだよね。俺様からしたら敵は貴様だ。俺たちの力を合わせて侵略者を倒すぞ。ああ、分かった。侵略者。ちょっと待って。暗黒に集いし闇夜のダークパワーよ。今こそ我らの友情に力を貸すため。敵が友情パワー。敵は貴様だ。いや、くらえ闇の友情ビー。どういうことだ。俺はやられたのか。なんだ闇の友情ビームって。くそ、すぐに戻って今度こそ奴らを。ってセーブし忘れた。また一から。なんてこった。セーブをし忘れてまた始まりの街からになってしまった。また一から装備を揃えて早くラスボスのところへ向かわなければ。親父、一番いい装備を頼む。待っていたぞ勇者。ラスボス、なんでここに。レベルが上がる前に貴様を倒す。まだ装備すら買ってないんだけど。くらえ暗黒のダークビーン。いやいやいや、どういうこと。なんでラスボスが始まりの街にいるの。いや落ち着け、さすがになんかのバグだろう。早く装備を手に入れよう。親父、一番いい装備を。待っていたぞ。増えてる。念には念を入れて貴様を倒す。武器すらないんだけど。俺たちの仲間に指一本増えさせ。まだ何もしてないよ。暗黒に集いし闇夜のダークパワーよ。今こそ我らの友情に力を貸さばい。ちょっと待って、話せばわかる。わからん。くらえ闇の友情ビーン。なんて、どういうことだ。何がどうなっている。このままじゃ先に進めない。よし、こうなったら町へは行かず始まりの森から行けば。待っていたぞ。なんでじゃー。なんとか逃げ切った。しかしこのままじゃ戦うことすらできない。ん、誰かいる。どうしたんですか。俺は屈強な戦士、仕事がなくて困ってるんだ。そうなんですか。この男、もしや仲間にできる。母ちゃんが病気で倒れて、でもお金なくて、俺魔族とのハーフだから仕事もらえなくて。それならいい話があるんだ。え？ラスボスを倒せば一攫千金、王国から大量の金がもらえる。え？本当に？ああ、本当さ。だから今から俺の仲間に。待ちたまえ！え？その男に騙されてはいけない。ラスボス！お前は誰だ。君の口座に今1000万ボスを振り込んだ。1000万ボス。そして君のお母さんは今病院にて看病をしている。本当かい。ああ、本当だ。さらに君を今から第一のボスとして高額で雇おう。やった。ちょっと待って、こっちが先に仲間に誘って。俺様が第一のボス、屈強な戦士だ。かかってこい勇者。いやいやいや、待って、一攫千金は堅実に生きろ。くらえ屈強なパーイ。くそか。くそ、また失敗した。なんでうまくいかない。くそ、ラスボス、ラスボス。なんだい。ギャあの後一回やられてしまった。どこかでセーブをしなければ一生ここから出られない。どうしたら。何やら困ってるよね。誰だ。あたしよ。え、わかんない。上川クリスタル。滝川クリステル。あたしがいればいつでもセーブができるわ。そんな便利なものが。いや、今までどこにいたの。上の方。上の方。人はいつも下ばかり見て歩くの。だから上にあるものに気がつかない。ああ。上を見てごらんなさい。あ、天井があるわ。あ、え、だから何。外に出ましょう。まずはここでセーブしてしまいましょう。よし、最初のセーブだ。これで始まりの街に戻ることはない。よし、やっと先に進め。目の前にラスボスがいるのに気がつかなかった。しかしちゃんと始まりの森前だ。これでやっと先に進め。いやいやいや、ちょっと待って、これじゃ先に進め。待って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 。変なところ、セーブしちゃった。
開幕ダッシュで何とか逃げ切れた。ここで一回セーブをしておこう。このままじゃ戦えないわ。さっさとレベルを上げましょう。ほら、あそこにスライムがいるわ。やっておしまいなさい。よし、とりあえずはこの木の棒で。おら、よし、いいダメージだ。痛いよ。え？なんでこんなことするの？痛いよ、苦しいよ。あ、いや、その早くやっちゃいなさい。攻撃しづらいよ。なんだ貴様、ついにやりよったな。え、我らの仲間に手を出したな。中ボス、いやでも、そうしないと。塵一つ残さんぞ。封印されし我が力よ。もうこれ以上やられてたまるか。全力で逃げるぜ。秩序を乱す者の破滅に今解放を。おかげさまで逃げることは上手くなったぜ。よし、ここまで来れば大丈夫だろう。愚かなり、滅せよブレイブデストロイヤー。え、なんだあの威力、本当に中ボスか。これでは始まりの森を通るのも危険だ。最初にどうやってラスボスの城にたどり着いたの？それはあそこ。あ、そうか、その道があった。へへ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 へ。ここはラスボス城直結の地下道だ。なんじゃそりゃ。一番最初たまたま見つけてしまったんだ。地下の道だけに、近道ってね。さあ、行こう。待って、誰かいるわ。誰だ貴様、俺の住処に何か用か。あれ、こんな人いたっけ。あ、まあいいや。俺は勇者、ラスボスを倒しに行くためにここに来た。通してくれ。貴様がラスボスを倒す？その木の棒でか。そうだ。気に入った、通れ。やったぜ。あの、あなたは一体誰なんですか？俺は最強の剣士。最強？最強なの？勇者の仲間さ。あ、仲間なんですね。え、仲間なの？初代勇者のな。初代勇者？君は二代目さ。二代目？え、二代目だったの？そうだ。この道は初代勇者がラスボスを倒した後、密かに作ったラスボス城直結の地下道だよね。いや、もう情報量が多すぎてわかんない。ということは、あなたもラスボスと対決を？いや、俺は途中で倒れ、初代勇者が一人で生き見事倒したのだ。へえ。あれ、初代勇者は今？ああ、初代勇者は今。え、なんだ。ハッハッハ、俺様は屈強な戦士。あ、屈強な戦士、よかった、お前も仲間に。第一のボスだ。もう敵になってる。ここは城山。なぜここに？屈強な戦士。誰だお前？俺だよ、俺。俺詐欺だな。違うよ、俺だよ、俺、一攫千金の。俺の母ちゃんもお前みたいな奴に騙されたんだ。許さん。屈強なパンチ。あー、助けて。峰打ち。峰打ちだ。いやいやいや、峰打ちじゃないでしょ。峰打ちだ。峰打ちなんだね。命に別状はない、安心しろ。あの、それで初代勇者は？ラスボス討伐後、田舎でひっそり暮らしてると聞いている。いいの？新たなラスボスが現れた以上、奴がここに戻ってくると思い待っていたが、木の棒がやってきた。え？さあ、着いたぞ。ラスボス城だ。ついに戻ってきたぞ。まさか本当に来るとはな。中ボス、第一のボスの仇取らせてもらおう。最強さん。こいつの相手は俺がする。お前は先に行け。はい、よろしくお願いします。貴様が噂の最強の剣士か。この強さ、本当に中ボスか。この階段の上にラスボスがいる。セーブをしておこう。あなた、どうやって倒すつもりなの？それはもちろん、この木の棒で。木の棒で？どうすんの？しょうがないわね、あまりやりたくないけど。木の棒が剣になった？その剣はシステムブレイカー。まさにチート。その剣で
ちょっとでも蹴ればラスボスを倒せるわ。強すぎない？いやでも今の俺にはこれしかできない。やってやるぜ。来たぞラスボス。なになになに、いきなり撃ってきた。初見殺しだよ。ラスボス、まずは話を。いや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 、ドアだけ開けたのさ。こしゃくな、かかってこい。いやまずは決戦前に会話とかないの？貴様と話すことは何もないビー。こいつどうすりゃいいの。くそ、このままじゃ自利品だ。こいつ逃げ足だけはなかなか早いビーム。お前の攻撃もだいぶ読めてきた。当たらなければどうということはない。くそ、どうにか早く倒さなければ。いやいや、少しでいいからまずは話そうよ。貴様と話すことは何もないと言っているだろう。いや、だけどね。って、あれ、ラスボス、お前なぜ前の会話を覚えている？今だ、スキャリア。バカめ、そんな雑な攻撃で俺を倒せるわけが。何が起きた？その剣はシステムブレイカー。何？そんな剣は聞いたことがないぞ。それはそうね、私が作った剣だもの。貴様はまさか。そう、この方は滝川クリステル。神川クリステル、この世界の神よ。そう、この世界の。え、そうか、貴様がこの狂った世界の元凶か。失礼ね、秩序を保ってると言ってほしいわ。ん？この…ん？何をふざけたことを。貴様何をした。あなたのその厄介な能力を壊しただけよ、初代勇者。え、初代勇者。さて、ラスボスを弱らせたところでこの木の棒じゃ倒せないわ。木の棒呼ばわり、いろいろ知られて面倒だからここでまとめてリセットしちゃおうかしら。なんだって。どんな展開。どうしたものか。いやもう理解が追いつかないんだけど。説明している余裕はない、こいつを倒すぞ。体は大丈夫なの？勇者としての能力は消えたが戦うことはできる。よくわかんないけど、オッケー。さあチュリと貸しなさい、クリスタルビーム。闇のスーパーバリア。ラスボス、おそらく貴様のセーブ機能は封じられている。俺ももう記憶を引き継げない。貴様がやられれば終わりだ。早く逃げろ。いやでも。早くしろ。逃がすわけないでしょ。消えなさい、クリスタルランチャー。あー、もうダメだ。ここまでか。何事。はあ、何かと思い来てみれば。大丈夫かラスボス。お前ら。あー、最強さー。潰し合ってればよかったもの。急に城が崩れて駆けつけてみれば。貴様は一体何者だ。あなたたちが知る必要はないわ。こいつがこの世界の元凶だ。そうか、お前の言っていたあれだな。何のことかわからんが倒さねばならんようだ。どうすんの。力を合わせるしかない。力を合わせても無駄よ、まとめて消えなさい、クリスタルビーム。ガー、くらえ闇のダークビーム。飛ぶ魔のデビルビーム。無駄よ。でたらめだ。強すぎる。どうする。いってててて、て生きてる。お、これ以上時間をかけてもしょうがないわ。最大出力。どうすることもできないのか。終わらせてあげる、ゴッドクリスタル。えい。一体何が。体が縮んで。俺がやったのさ。あなた、いつの間に。オーラがなさすぎて気がつかなかっただろう。システムブレイク。嘘、上とのつながりが切れてる。あなた何をしたか分かってるの。自分の作った剣でやられる気分はどうだ。よく分からんが今がチャンスだ。攻撃を合わせるぞ。暗黒に集いし闇夜のダークパワーよ。今こそ我らの友情に力を貸すため。神と解放、闇の友情ビーム。飛ぶ、100ミリ打ち。ダメ、ワープができない。ハッハッハッ。
スボスを倒したぞ。これで一攫千金が。え、結局誰がラスボス？これでやっと平和が。体がラスボスどうした？何？大丈夫か？え、どうしちゃったの？半分変化した。システムブレイカーの影響で体の構造がかき乱されているんだろう。大丈夫なの？もともと中ボス、いや初代ラスボスの細胞を取り込んで魔族になった。その影響もあるだろう。え、中ボスが初代ラスボス？そうか、お前が初代勇者だったのか。何も言わずにすまなかった。初代勇者は俺が連れていく。この姿では王国には帰れまい。田舎でひっそり休むとしようか。貴様はどうする？俺はこの世界のことをもっと知らねばならない。初代勇者の話が本当なのか。ふふ、俺は王国に帰って一攫千金を。二代目、貴様にこれを託す。え？それは代々ラスボスに受け継がれしマントだ。後のことは頼んだ。は？いや、それではさらばだ。魔族にもしものことがあったら許さんからな。はあ、ラスボス様、大丈夫ですか？大きな音が。って、あれ、お前さっきの屈強な戦士？さっきはよくも。って、あれ、ああ、そのマントは。あ、いや、これは。あ、そういうことか。え、我こそは屈強な戦士、全身全霊をもって心より忠誠を誓います。新たなラスボス様。俺がラスボス？なんて。ラスボスか。この体もだいぶ馴染んできたな。ラスボス、新しいボスの剣だが。準備はできている。あとは直接。今のは一体どうした、ラスボス？この感覚、もしや第二の勇者が誕生したやもしれん。やはりか、お前の言った通りになってきたな。それでどうする？中ボス、お前は第二第三の村の警備を強化してくれ。警戒を怠らせるな。ああ、任せろ。二代目勇者、果たしてどのようなやつか。あれから数日経ってが、勇者の目撃情報が一向にない。一体どこにいるというんだ？ラスボス様、ご報告です。どうした黒子？第二の村付近で中ボス様が最強の剣士と遭遇、戦闘中でございまして。何？最強の剣士だと？ラスボス様、どうした黒子？侵入者です。何？侵入者？誰だそいつは？突然城の前に現れて、勝手に入って、わざってます。何？泥棒か？いいえ、勇者です。勇者？ラスボスがいるのはここか？貴様が勇者か？一体どうやって？まさか地下道を見つけたのか？モンスターを一匹も倒さずにたどり着けるとは楽な道のりだな。その剣は俺が使っていた最強のブレイブソード。貴様、宝物庫から盗みおったな。この世界に置いてある宝は全て俺のものだ。
そんな勇者がいてたまるか。ああ、なんて素晴らしい剣だ。力が湧いてくる。その剣は全ステータスを上げる能力を持っている。厄介な。負ける気がしない。平和のために貴様を倒す。行くぞラスボス。やるしかない。ラスボス、勇者を倒したのか。勇者が現れたのか。いや、勇者は、そうか、俺だけ記憶が引き継がれたのか。勇者の力がまだ残っていようとは。どうしたんだラスボス。いや、こうしている場合ではない。中ボス、城は任せるぞ。おいラスボス。はい、いらっしゃいませ。おう、久しぶりだな親父。はわわわわ、誰じゃ貴様は。わしゃお前なんぞ。はう、見せ番は任せろ親父。一番いい装備を頼む。待っていたぞ勇者。ラスボス。戻ったのか。どうしたラスボス。中ボス、行くぞ。何、どこに行くんだ。はい、いらっしゃいます。はう、見せ番は任せろ親父。一番いい装備を。待っていたぞ。増えてる。戻ったのか。どうしたラスボス。よし、これならいけるぞ。なんだ、どうしたんだラスボス。中ボス、今度は始まりの森に行くぞ。何、どうしたんだ。奴の驚く顔が目に浮かぶ。早く行くぞ。なんか楽しそうだな。闇のダークビーム。魔のデビルビーム。どこに行った。煙に紛れて逃げたのか。そう、逃げ足の速いやつめ。中ボスは一度城に戻ってくれ。いろいろ聞きたいことはあるが、まあいい。ラスボスはどうする。俺はこのまま例のところへ向かう。手は多い方がいい。わかった、新たなボスは任せるぞ。確かこの辺りに。あれは母ちゃんが病気で倒れて、でもお金なくて。それならいい話があるんだ。何？ラスボスを倒せば一攫千金、王国から大量の金がもらえる。こいつ、困っている者を爆死に誘うとは、なんと非道だ。許せん。だから今から俺の仲間に。待ちたまえ。その男に騙されてはいけない。ラスボス。戻ったのか。どうしたラスボス。屈強な戦士、なかなかの人材だ。屈強な戦士、あのボス候補のか。だがしかし、あの非道な勇者め、絶対に許せん。何、勇者。ラスボス。くそ、また失敗した。なんてうまくいかない。くそ、ラスボス、ラスボス。なんだい。ガー。戻ったのか。どうしたラスボス。やはり奴は異常だ。あの悪辣な勇者を世に放ってはならん。何、勇者が現れたのか。急いで戻らねば。ラスボス。何、なんだこれは。始まりの街全体にプロテクトが張られている。一体誰が。まあいい、始まりの森に待ち伏せるか。しかし、あのプロテクトは一体。出来事にランダム性があるにしろ、あれは人為的によるものだ。もしやこの世界の元凶による。おう、ビーム。戻ったのか。いつの間にか目の前に勇者がいた。びっくりしてついビームを打ってしまった。いや、そんなことより急いで始まりの街へ。ビーム。戻ったのか。また目の前に勇者が。しかしここは城では。ビーム。戻ったのか。ということはもしや。ビーム。そういうことか勇者。俺の目の前でセーブしようったらマヌケめ。ビーム。また逃げられた。この逃げ足の速さは何なんだ。くっ、見失っては仕方がない。おそらくどこかでセーブをされるだろう。一度地下道から城に戻って中ボスと対策を。ふん、貴様は誰だ。お前は最強の剣士。何、なぜ俺のことを知っている。それは、そのおら、もしや貴様が新たなラスボスか。下手な嘘はつけん。やるしかないのか。行くぞ。戻ったのか。ということはどこかで勇者がやられたのか。
しかし、なぜあそこに最強の剣士が。いや、考えてる暇はない。優先すべきは。誰？屈強な戦士よ。はい。1000万ボスを振り込んだ。え、母も安心だ。え、第一のボスとしてお前を雇おう。え、あの、え、よいな。え、俺がラスボスだ。え、このマントが目に入らぬか。え、あ、はい。よし、ついてこい。はい。なんかよくわかんないけど、まあいいか。うむ、全員おるな。ラスボスよ、まずは説明をしてくれ。そうだったな。この世界に2代目勇者が誕生し、今この城へ向かっているだろう。何？勇者が誕生したのか。そして俺は勇者だった時の影響か、2代目勇者がやられるたびに記憶を引き継いでいる。なるほど、お前に能力の一部は残ったが、勇者の軸は2代目に移ったということか。推測通りだな。へえ、なるほど、よくわかんないや。新たなラスボスが誕生すれば、必ず新たな勇者が誕生する。そして勇者は必ずラスボスを倒しに行く。それはまるで呪いだ。そして2代目勇者は例の地下道を見つけたようだ。そこには最強の剣士もいた。おお、お前の元仲間のか。だが第一の村から向かってくることも考えられる。その場合は連絡が届き次第すぐに向かってもらう。ああ、屈強な戦士よ。はい。いきなり荷が重いかもしれんが、お前は地下道に向かってくれ。よくわかんないけど、わかりました。中ボスは城の上空から周りを警戒し、見つけ次第勇者を真っ先に倒せ。ああ、任せろ。そして黒子と黒子。はい。お前たちは城の宝物庫を厳重に封鎖し、通路ごと塞げ、勇者一匹決して入れてはならん。わかりました。では行け。ふん、まさかあの時とは逆の立場になるとはな。今の俺には勇者を倒し続けることしかできない。だがこの世界の元凶を見つけ出さなければ、この世界は永遠に争い続ける。悲劇を繰り返さぬために、必ずや元凶を見つけ出し、この狂った世界を平和にする。ふん、思った以上に早い到着だな。またどこかでセーブをしているだろう。まったく厄介な力だ。まるでラスボスは倒されるようにできているみたいだな。だが俺は絶対に負けん。必ずや世界の平穏を手に入れてみせる。さあかかってこい、勇者。ついにやってくる。誰も抜けなかったこの剣も勇者の剣となるのだ。わしも勇者になりたかったな。いやいや、ダメじゃ。わしは凡人の家系、わしに抜けるはずか。でも一回ぐらい試しても。いやいや、ダメじゃ、ダメじゃ、ダメじゃ。えい、うわあ、なんじゃなんじゃなんじゃこのエネルギー。
るわ。え、抜けちゃった、剣抜けちゃった。嘘、わし勇者、わしが勇者なの。村長、もうすぐ勇者が。で、村長、その剣は。わし抜いちゃった、勇者の剣抜いちゃった。どうすんですか、村長が勇者やるんですか。いや無理じゃ、こっち的に無理じゃ。でも抜いたら剣の所有者は村長になっちゃいますよ。そうなの、わしが勇者なの。そうなります。わかった、わしが勇者となり魔王を倒しに行くぞ。やっぱり村長に勇者は無理ですよ。なんじゃその言い方は、わしは村長じゃぞ、村長さん。やっぱダメだ。わしだってな、昔は剣士だったんじゃ、剣術だってこの通りじゃ。危ない。え、村長、後のことは任せたぞ。あれ、わしは一体。村長、その剣抜いちゃったんですか。あれ、時間が戻ってる、なんでじゃ。どうすんですか、勇者がもうすぐ村に来ますよ。勇者には適当に、散歩でもさせとけ。散歩、わしは部屋に困る、絶対に入ってくんなよ。どうしよう、勇者の剣抜いちゃった。てか、天国に行ったと思ったら時間が戻ったわい、どうなってるんじゃ。もしやこの剣の呪いなのか。勇者の剣じゃなくて呪いの剣だった、怖すぎるんじゃけど。村長、いますか。なんじゃ、入ってくるなと言ったの。わしは今呪われたんじゃぞ。そんなことより、この村にゴブリンが攻めてきました。ゴブリンじゃと、なんでじゃ。炭鉱夫が作業してたところ、炭鉱がゴブリンの住処だったみたいで。なにやっとるんじゃ、まったく。勇者はどこじゃ、この村に来ておるんじゃろ。勇者はその散歩に行ってます。散歩じゃと、ふざけとるのか。それでは一体どうしたら。はっ、そうか、そういうことか、神よ。どうするんですか。それならば、わしが行こう。何言ってるんですか、村長じゃ無理ですよ。わしは村長じゃぞ、村長せい。クールに行ってもダメですよ。おい、そこのゴブリン、わしが村長じゃ。村長せい。村長、わしの剣術、今こそ見せてやるぞい。村長、行くぞ。村長家に伝わる秘技、村長の方その一。村長、村長、え、村長、後のことは任せたぞ。はあ、また時間が戻ったぞい。やはりこの呪いの剣の仕業か。しかしここは家の中、柵とは違うぞい。村長、いますか。勝手に開けるでない、お着替え中だったら。どうするじゃ。そんなことよりゴブリンが攻めてきました。はあ、そうじゃった、よし、わしが行こう。村長が。おい、そこのゴブリン、わしが相手じゃ。むむ、なんと凶悪な。しかし過去2回剣を振り回して腰を壊しとる。となれば、村長。ゴブリンよ、果たしてわしに勝てるかな。貴様にも家族がおるじゃろ。村長、一度拳を収めるのじゃ。そちらの話を聞こう。さあ、平和的に話し合いよ。村長。村長。わしは一体、まだ生きておるのか。しかし、ここは一体。うわ、やあ、ゴブリン。ここは我々の住処だ。やあ、しゃべった。少し話をしようじゃないか。いやあ、やめて、わしに乱暴する気なんじゃろ。落ち着くのだ。乱暴する気なんじゃろ、同人誌みたいに。落ち着け、同人誌みたいに。落ち着け。ふむ、それで話とはなんじゃ。急に落ち着いたな。ふん、これでもわしは勇者じゃ。寝ぼけたことを言うな。え、そんなことより、この落とし前はどうつける。落とし前じゃと、何のことじゃ。村の炭鉱夫どもが俺らの住処を荒らしてることについてだ。何を、わしらはただ石炭を掘り掘りしとるだけじゃ。至る所に爆弾を仕掛け、俺らゴブリンを脅かしている。なんじゃと。怪我をした仲間もいる、どうしてくれる。わかった、わしが解決しよう。どう解決するのだ。わしに任せよ、なんせわしは勇者じゃ。寝ぼけたことを言うな。え、この先に炭鉱夫どもがいる。はぁはぁ、石炭だ、ホリホリしろ。なんじゃあいつらは。奴らに話など通じ、どうするかといって傷つけるわけにもいかん。そこでわしに案がある。何。はぁはぁ、石炭だ、ホリホリしろ。ゴブリン軍でぶっ飛ばせ。お主らやめるのじゃ。あ、なんだお前は。わしはゴブリン族最強の村長、勇者じゃ。なに寝ぼけたこと言ってやがる。ゴブリンは一匹残らずぶっ飛ばせ。行け、お前ら。
いつも舐めおって、わしは勇者じゃこれ大丈夫なの？ふん、村の炭鉱夫どもも伊達に来たいとらわい。なんじゃこの威力は、想定外じゃい。この剣からものすごいエネルギーが湧いてくるが、ここまでのものとは。てか反動で腰がやばい。ここのゴムリはやばすぎる。おめえら逃げろ。どうじゃ、解決したろ。貴様らがこれでいいならいいが、それじゃあわし帰っていい？ああ途中まで送ってくよ。ここでよい、あとは歩いて帰るわい。わかった。迷惑をかけたな。最後に忠告をしておく。もう炭鉱には近づくな。俺らは手を出さん。いつも手を出してくるのは人間どもだ。わかったわい。奴らにはきつく言っておこう。さてこれからどうしたものかの。この剣抜いちゃったしの。ってことはわし勇者やっちゃう。まさかの勇者やっちゃう。ってことは魔王倒しに行っちゃう。待ちなさい。あ、なんじゃ今声が。あなたよ、待ちなさい。なんじゃ貴様は。私は神川クリステル。滝川クリステル。この世界の神よ。この世界の神。思ってたのと違う。失礼ね。神じゃと？そう、神よ。思ってたのと違うぞい。失礼ね、あなた。というか、そんな神様がわしなんぞに何用が。いや、その、あなた、本当に勇者やるの？え？本当に勇者やるの？え？もしかしてわし、勇者やっちゃっていいの？もちろん、その、やりたいなら尊重するけど。尊重だけに。黙りなさい。どうしてあなたに剣が抜けたのかわからないけど、おそらくバグね。え？バグ？あと、オートセーブも良くないわね。取り返しがつかなくなる。改善しなきゃ。何の話じゃ。それであなたは本当に勇者をやるのかしら。そうさな、確かに勇者に憧れはあったが、今のわしには荷が重すぎるわい。本来の勇者に託そうとしよう。あら、意外とあっさりね。いや、その腰がかわいそうに。じゃがこの剣を元に戻す方法はあるのかの。え、剣また元の場所に刺せばいいだけよ。え、そんだけ？そんだけ。え？それじゃあ私は帰るわね。さよなら。わしも帰るかの。これは勇者になり損ねた老人の話。この世界は綺麗なことだけではない。人間、魔物、それぞれの生き方があり、どちらが正義でどちらが悪かもわからぬ。そして人知を超えた存在さえもいる。そんな複雑に絡み合った世界を託された勇者がここに現れる。村長、勇者が散歩から帰ってきました。その勇者がどのような選択をし、この世界にどのような結末をもたらすのか。随分と長い散歩だったの。少し鍛えてから来た。ははは、貴様ならふさわしいじゃろ。わしはこの世界の行く末をここで見守ろう。さあこの剣を抜くがよい、初代勇者よ。俺は二代目勇者だったものだ。